どうも、山田昭一です。今回のテーマはモーリスラベル作曲『ボレロ』です。ボレロはラベルの曲の中でも最も有名な曲です。同じリズムフレーズをひたすら繰り返す音楽です。この曲で一番注目することは作曲のプロセス工程です。この手のタイプの作曲方法は天から音が降ってきたまたは。 自分の内なる声に耳を傾けたこのような類の作曲方法ではありませんこのような曲を作曲するときには作曲家はまず曲のアイディア、コンセプトを思いつきますはじめにリズムを思いつきそこにメロディーを乗せそれを楽器を変えて演奏してさらにオーケストレーションで音に厚みを加えてクレッシェンドをする この曲はリズムが主体の音楽ですリズムが主体の音楽の特徴としてはリズムが反復繰り返されていることが多いですボレロでは特に同じリズムを繰り返すことによって曲の印象を強めていますリズムが主体の音楽では作曲家はまずリズムを作りその後曲の最初から最後までの構成を作ってしまい 最後にそのリズムに乗せるメロディーハーモニーを作っていくことが多いですこの曲のキーワードはリズム反復積み上げです同じリズムをひたすら繰り返してそこにメロディーを乗せて音の厚みを増して盛り上げていきますでもこのままでは音楽は終われないとラベルは考えました約16分間同じことを繰り返して 最後をどうするか悩んだと思いますラベルのような天才なら一瞬で思いついたのかそれとも悩んだのかそれは分かりませんでもこの曲を実際に書き始める時には曲の最後のアイデアがあったと思いますこの曲ではひたすら繰り返したリズムを最後だけ違うリズムにしてさらに転調をすることによって曲を締めくくりました ラベルは音楽史上最も作曲の技術があった作曲家の一人です特に限定された要素の中で作曲する能力は圧倒的です今回の限定された要素はひたすら繰り返されるリズムとメロディーですそれを飽きさせないように聞かせるオーケストレーションの技術がラベルにはあります作曲家は作曲する際に自分が 最も得意とする土俵で戦えるかが重要になりますオーケストレーションの能力が圧倒的に優れているラベルこの曲では曲のアイディアとオーケストレーションの技術で勝負しました作曲家は作曲する際にいつも音ばかりがひらめくわけではありませんこの曲のように曲のアイディアがひらめくことがありますこのような作曲方法は 現代音楽でも多く用いられています今までにはない特徴的な音楽を作れる可能性が高いからですそしてアイデアから入る作曲方法には作曲の技術が求められますボレロのような曲のアイデアを思いついたとしてもラベルのような究極の技術がないと音楽として成り立ちませんもし普通の作曲家が作っていたら 途中で飽きられている音楽になっていたと思いますそれに一つの曲の中でひたすら同じリズム、メロディを繰り返すにはすごく勇気がいりますしかしラベルには同じリズム、メロディを10分間以上聞いてもらえるように作れる自信がありました作曲家は素晴らしいアイディアが思いついた時のために日頃から作曲の技術 テクニックを磨いている必要があるということですねぜひラベルの作曲のプロセスを考えながらボレロを聞いてみてください面白い発見があるかもしれませんこの曲の著作権収入は61億円だったそうですラベルの著作権収入の総額は490億円だったそうですラベルすごいですね